どうも、マナイユウです。今回はやっぱりパズドラ。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。このご時世なので普通におとなしくしてたりとかしたんですけども、パズドラゴールデンウィークのイベントでスタミナゼロの時とかってあったじゃないですか。で、この機会だから裏マロをクリアしてやろうって思って、スタミナゼロの時にめっちゃ頑張ったんですけど、どうしてもその後数日間ひたすら挑戦したんですけど、やっぱりここで終わってしまう。悲しい。いや、できない私が悪いんです。そんなこんな裏のマロをこうずっとやって、ランク上げで裏マモンの方に戻ってきたら、もう裏のマモンの簡単なこと簡単なこと、目の輪が女神様に見えるくらい、ちょっともうしばらくマロはやりたくない、ジル見たくないみたいな。ほんと誰が考えたあんなダンジョンとか思うんですけど、いや、できない私が悪いんですけど、きっとほんともうほんとミリ残しでジーンばっかりなので、うまくやればできるはず。ただなんかスタミナ99、同じ消費の割には経験値が、裏マモンが4000で裏マロウが4500とかなので、まあそんなに差がないし、周回するにはまあ時間はかかりますけど、フロア数も多いので。でも、もうしばらくはメノアちゃんに遊んでいただこうとしみじみ思いました。裏のマモンは本当にこのパーティーだったら安定して、まあ、スキルダメとかはしなくちゃいけなくて時間はかかるんですけど、パズパスで操作時間も延長してあるので、最近ルシファー先生も、優しい先生な気がしてきた今日この頃。そんな感じでゴールデンウィークはマロクリアできなかったっていう連休でした。今やっている滞在流と鍵の勇者、前回すごい頑張って周回しまくって鍵全部作って、なんか隠し要素全部やってっていうのはやっちゃってあるので、ガチャもで無料分あるじゃないですか。昨日で終わるかと思ったらこれ1ヶ月ぐらい続くんですかね。なんか2回目のまた無料分が10回分来てるので、サブアカが無料分の最初の10回分でバルディターンが来たんですよ。本アカは全然出そうにないので、バルディターンが出るまではまあ、こんな感じで回してたりはしたんですけども、ちょっとこれも様子見ですかね。で、今回このマルチプレイの8人でスカッと対戦、なんじゃこりゃっていう、ちょっとやってみようかなと思います。何ですかこれは。なんか ランク2000じゃないと入れないとかってエラーが出て、ランク2000って超えてる人いませんよね。何でしょう、アバターを設定する、初回は無料だよ。誰がいいかな。こういうのって一番思い入れのあるモンスターになったりすると思うんですけど、バレ入れと迷うな。でもこの子にする。水着のベロアちゃん、結構長い間リーダーで使ってたりとかして、元祖コンボカサの女王じゃないでしょうか。この子は可愛いし。で、ハイレン入れて、追い打ちでコットン、第二ベロアと、あと水着のエスカマリ入れて、リダフレこの子で、なんか闘技場3ぐらいまでは周回してたような気がしますね。の子にします。相手を探すオートマッチ、エータカップ、スタミナ1のバトル7。え、何これ、固定チーム、固定チームなんだ。ホルスね、よくわかんないけどやってみましょう。まあ、いろんなランクの人がすごいですね、皆さんアバター。私は 1,2,3,4,6 番手かな。いや、これ初めてやって見てるんですけども、なんかこう3人マルチを2人でやったりとか友達としたりしてたことはあるんですけどね。なんかみんな抜けてっている、なんか皆さん飛ばしている、なんかみんな脱落していくのかな。これは誰もやっていかないという、何ですかこれは。動かせるわけじゃないし、何なんでしょう。これって8人全員がちゃんとしたこう通信環境にいないとできないってやつなのでしょうか。なんか一向に進んでる気配がないのは何でしょう。止まっちゃった、困っちゃった、止まっちゃった、困っちゃった、何がどうなっているのかが分かりません。ただひたすら待っていれば良いのでしょうか。 なぜこれ上で入れ替わってたりとかするんだろう。
どういうことですか？タイムアップしてる、タイムアップしてる。これ皆さんやってないってこと？クリアしてる？どういうことですか？これは私は何をすればいいんでしょう？クリアしてる人もいれば、タイムアップな人もいれば、音がありませんって言われてる。何でしょう？脱落者多い。もう意味わかりませんけど、意味わかんないのは裏の丸尾だけでいいよ。てかさっきから全然動かせてないよ。私何したらいいの？もう一人になるのを待てばいいの？これそうこうしてるうちなんか暑くなってきたし、もう暑いから脱ぐよ。触れません。何でしょう？コマリンス。これきっとみんな訳がわからなくて抜けちゃってるんじゃないですか。もう一人だけクリアしてあと脱落して、3、2、1。あ、これでやっとゲームができるやつね。タイムアップ。はい、タイムアップ。はい、タイムアップですよ。なんか初クリアとかついちゃった。意味がわからないんだけど。なに、ランダムみたいな感じ。いや、ん、1位とか言われてもよくわかんないんだけど。なんですか？何をしたかなって覚えてませんよ。バトルポイント、ポイント貯まると何かあるんでしょうか。ちょっと意味が分かりませんね。よく分かんないからこっちもやってみましょう。2の方、8バトル。バステトちゃんだからケセケセ大魔王のやつね。分かんないけど、イカとか懐かしいな。対戦専用、このライダー対戦専用に作られてるモンスターなんでしょうか。よくわかりませんね。私は3番目にいるけれど、さあ何をしたらいいんでしょう。いきなりコンボ。あ、いきなりパズル。これでタイムアップじゃないかな。はい、タイムアップ。180秒ってことは3分。3分でこれ厳しくないですかね。まあ石もらえるからいいや。クリアできてないからね。すごいな、13万。全然意味わかんないんだけど。逆にさっきみたいにみんな脱落していって1位になっちゃったらポイントがいっぱい取れるってこと？バトルポイント、イベントポイントを獲得することができます。だからそれは何に使えるんだっていう話ですよね。よくわからないですが、スタミナも1ですし、なんか遊ぶ分には良いのかもしれないですね。しばらくは私は裏魔門でランク上げ。マロー、へこむ。裏のマローに関しては本当に心が折れております。なので気力が復活したらってことで勘弁してください。気候上なんてまだまだその先。っていうかけど、経験値的に気候上の方が普通に表ですからね。200万ぐらいだったかな。ってことは気候上の方が簡単なんじゃないかとか思ったり。まあけど、また裏の魔紋の習慣に戻りたいと思います。で、せっかくなので、なんか無料分、滞在竜と鍵の勇者ガチャ、次男坊のルク君が叩き起こされた模様です。ルク君が引こうと思います。ルクんガチャ回してね。はい、行くよ。下げてね。下げてくれない。ルクのテテで、えい。ワンコのニック級では反応しません。えい、しょうがない。さあ、ダイヤが出たら儲けもんなんですけどね。本当に、あれ、なんか出たよ。なんだろう、なんか持ってない。
バルディターンのなんかちょっとレア度同じなやつが出ましたね。かぶってないのはありがたい。うん、やっぱり動く子なんて絶対出ないやつです。はいはい、ありがとう。じゃあせっかくなのでサブアカの方も無料分。三男坊のヨーダくんです。回してもらいましょう。ヨーダ、奇跡を起こすんだ。下げてね。ピッ。あ、ヨーダちゃんが引きました。あ、これ録画するの忘れてる。ホルス初ゲットサブアカ今時からの金剛夜叉明王初ゲットサブアカ今時。こんなの出るから普通に回す気しないんですよね、このガチャって。またもう一回10回分無料っていうのが配布されると思うので、ヨダちゃんありがとう。それを回しながら8人でスカッと対戦。あんまりスカッとしない、ルールよく分かってないので遊んでみました。まあ余談なんですけど、この間白猫で呪術廻戦コラボ来てたじゃないですか。今なんかモンスト呪術廻戦コラボ来てるんですよね。だからきっと忘れた頃にパズドラもやってくる、うん、その前に鬼滅とかもやってくる、きっと。なんかそんな予感がする。全部ジャンプ祭りみたいな。あとこれやってないんですよ、ママダン地獄の練習極練の闘技場。なんかやる気しないんですけど、どんどんこうやって難しいの出てきますからね。しばらくはいろんな様子を見ながらパズドライフは送っていこうと思います。まあ、そんなこんなで今回は1人でスカッと対戦しながらパズドラの雑談させていただきました。次は何かのガチャ動画になるのかな。裏の丸を負けすぎる動画とか自虐ネタ、そんなヘッポコパズドランカーまないゆうですが、どうか皆様温かい目で見守っていただけたらと思っております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画良ければ評価、いいね、グッドボタン、まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私まないゆう Twitter と Instagram やっておりますので、概要欄よりフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。